まず先ほどの観測機関車について光がこのみなとみらいクロニクル光と音の祭典となっています。ではですね、この祭典での見どころをご紹介させていただきたいと思うんですが、その前に祭典のタイトルにも含まれているクロニクルという言葉の意味よく意味するけど、実際どんな意味なんだろうと思いますよね。実はですね、このクロニクルという言葉は明治の時に当時で、この今回のイベントでは、これまでの町の成長や、あとは歴史に関連する特徴的な活動を今、確認して、実は実行をしております。で、あとはアウトプログラムといたしましては、午後ドラゴンボールの一部の人たちから、本日は21時30分まで、そして明日9日土曜日は、Thank you.